よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、里山太郎さんといつもお話をさせていただいている優秀は山口なんですけれども、今日はですね、特別ゲストに、大阪福島区此花区から立候補された、杉浦美香さんをゲストにお迎えしております。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなにマイクに近づかなくても大丈夫ですから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、杉浦美香さんをお迎えして、で、まあ、これからね、また4年間戦っていかれると思うんですけれども、まあ、政治に関して里山太郎さんの方が、まあ、ちょっと一過言あるということで、今日は今日はまあ座談ということで勉強させていただこうかなと思います。 いえ、こちらこそ勉強させてください。よろしくお願いします。また出はるんですか今度いきなり本題に入るんですか。4年後にはチャレンジしていく。ゼロにはしない。何をゼロにしないんですか。出たことを、統一地方選、前回の選挙出て、まあいろいろ次どうするのだろうと皆さん見ていらっしゃるんですけど、はい、終わりました、さようならということも簡単なんですけど、一回チャレンジしました。でもう今のこの状況で言うと、なかなか自民党から出て、勝つことは厳しい、そういう中でもう一度チャレンジするんですか、チャレンジしてくださるんですかっていうふうに皆さん見ている中で、その中で、じゃあもう次出るかどうかはどうするかっていうところで言うとですね、ゼロにすることは簡単なんですけど、本当のゼロになってしまうので、それはしたくないので、チャレンジしたいと、チャレンジするっていうふうに今答えてます。その政治を目指しておられるわけですけど、結局どうしたいんですか。変えたいですね。何をですか。大阪をね。大阪府を。大阪には日本ですけどね。あとは、何を自分ができるかなっていうところで、で私が新聞記者長い間やってきましたんで、その中で役に立てることを還元するために、まあ、いろんな方法があるかと思うんですけど、その一つが政治じゃないかなっていうところでチャレンジしたっていうのが、チャレンジしたのが前回の統一地方選です。まあ至りませんでしたけど、一票差って言いたいところだったんですけどね、まあ、だいぶ差はありました。どんな政治なんですか。これはあれもどういう政治を、でもどういう政治をしたいか、はい、まあ一人ではできへんからね、うん、今だから自民党の公認からで出たわけですよ。でまあそう、本でも不正でしょ。不正ですね、うん、だからもちろんどっかの誰かのようにいきなり国政出たいっていう人もいるだろうし、国政ね出たいっていう人もいるだろうし、その市会議員からコツコツ、若ければ市会議員から実績積んで、で次国政に行きたいっていう風に積んでいくことも可能かとは思うんですけど、私の場合は、まあ、年も年なので、選挙いきなり国政に出る人もいますよね。前回衆院選補選も含めてそんな形で通った人もいらっしゃいますけども、悲しいかな、国政なんかは自分が出たいと言って出れる選挙ではなかなか党からという意味ですけどね、立候補するだけだったら全然お金があればできますけども、そうじゃなくて、その自分施策としてやっていくためには、まあ今の日本で言ったら自民党で施策を実現するっていう、どっかの党に所属しないと質問もなかなかできないわけだから、いう意味では党からの公認で出ようと思うと、一応こうステップを踏んで出るっていう方法もあるけど、私の場合は府会議員というところから今スタートして、まあ、その府会議員にもなれんかったんですけど、府会議員になることと政治をすることっていうのはイコールに近いかもしれないけど、目指す政治があって府会議員になるんですよね。だから別にそれはおっしゃる通り、府会議員でなくたっていいわけですよ。それは言うてるのに、そういう意味じゃなくて、うん、議員になることっていうのは、まあ、その立場を得るっていう意味合いでは大きいかもしれませんけど、うん、
その理想的、理想的かな、いわゆるなんで議員になるのっていう先にあるのは、どんな日本にしたいの、あるいはどんな大阪にしたいのっていうのは当然ありますよね、うん、それを実現するために自民党がいいかどうかちょっと横に置いておいて、どんな何なんですか、どんな日本にしたいからどんな大阪府にするんですか、それともどんな大阪府にしたいから出るんですか、どんな大阪府なのか、どんな日本なのか、日本と大阪のその今考えておられる関係式って何かあるんですか、大阪府政が変えたいんですか、大阪府政の今の政治、今の状況を変えたいとは思う、まあ、だけどそれはおっしゃる通り、私は大阪尼崎市に生まれ育って、大阪で10年産経新聞の記者やって、そこから東京行ったりなんだりしてるわけですよ。ただまあここまでその自分がこう働いてきた大阪がこんな風に変わってしまったっていうことについては、結構こう戻ってきて、今回の選挙で戻ってきて初めて分かったみたいなこと結構いっぱいあって、あの町内会の組織がどうなってんのかなとか、まあそれこそ先ほどお話ししてたみたいな教育でその先生がなかなかあのなり手がいなくなってしまって、大阪の教育の学力がこんだけ低下してしまったとか、私は兵庫県民だったわけで大阪で教育を受けてわけではなかったんですけどね。だから今のそのいろいろあるこう足りないところみたいなところで言うと、かそういうのを変える一助になりたいなっていうところはありますよね。あと言えばやっぱり、まあ、嫌いなんですけど、女だからとかっていうのは嫌いなんですけど、ずっと働いてきて女性でっていうのが、まあ、ずっとついて回ってきたあの生活をしてきたわけなんですけど、女性増やすのはすごくいいと思ってるんですよ、議員の。まあ、またこれ言ったらなんかあの太郎さんは何か言うと思うんですけど、見る視点が違うし、あと言いたいこと言えないこといっぱい実はあるんですよね。だからそういうのを変えやすいことをしたいなっていうふうに今だから、はっきりこのと次の選挙で、どういうことをしたいか、どういうことをやれますかっていうことを言うためには、まだもう一回精査しないといけないなと思っているんで、あまりはっきりこの場では言えない、そこまで準備できてないのでですね、ちょっと閣下そういうのところがあるんですけど、じゃあなんで政治目指すんですかっていうと、自分のやってきたことをどう還元するかっていうところに尽きていて、私は正直のところで、黙って今までだったら、まあはっきり言って傍観者やったから、それがすごいちょっと嫌だなっていうふうに思ったので、さっきの話じゃないけど当事者になれたらいいなっていう。で、まあ、だからといって府会議員の一議員になったからといって、ね、政治が変わるとは正直思わないんですけど、でも新聞記者って一人のこう声を聞いて、マスに例えばじゃあメディアっていうツールを使って届ける、それってあの政治の坂でも結構似てるので、そこで やれることあるんちゃうかなと思って選挙に出たのが、まあ、その前回の選挙で、今回の選挙は本当はにあの当選するために考えなあかんと、だかそれのするためにはどうやっていいのかというのはまだ模索中です。前回の選挙の時に結局何かがあったんですよね、これがしたいって、それは議員になりたいという立場を欲してるんじゃなくて、こうしたい、何かを変えたい、変えるっていうのは何かっていう A があったわけですよね、変える A が、で変えた後の B っていう形があったんですよね。それは何なんですか、 A は何なんですか、変えたかった A って何ですか。変えたかった A、まあ、あれですよ、教育一つにしたって、あの学校の子ども生徒に例えば世界とつながる方法を教えたいとか、英語をね、もっと、まあ、英語っていうのはまあ簡単なツールだから、あと女性がそういうこうあるべきだっていう、そうじゃない社会を示してあげたい、でロールモデルを示してあげたいっていうのもあるし、
なんかすごくねバラっとしてて、うん、なんかあれなんですけど、なんかもうちょっとワンワードしてもらえます？これだって。例えば教育を変えるっていうのやったらそれはそれでいいんですけど、じゃあ教育を変える、大阪府の府における教育を変えるってなったら問題点 1,2,3 はい次 B こうしたいんです、ね、1,2,3 それはどうなんですか？というところでですね、はい、もう第1回が今日はもう終わるんです よ、なので、はい、次は覚えてますかね。いや大丈夫だと思います。あ、はい、ありがとうございます。ということで次回は1,2,3 からですね、1,2,3からですね、はい、お届けしたいと思います。ありがとうございました。失礼します。